3時ですね。2時にあれが終わったから、ランキングが。で、今日はここを解説して、解説って開い、あ、設営してもらって、で、ここをクリアして3個くらいこのお土産取れんかなっていう動画にしようかなと計画中です。はい、ありがとうございます。ここはさって出るんやけど、ランキングとかは再起動しな出んかったんですよ。骨クッパも手に入れてないんやな、俺。わー、なかなか走れんやつばっかになってきてるね、僕のアイテムが。ちょっと待って。これで使ってみようかな。で、今 50cc にしてるのは、ランキングで点数取りやすいの 50cc の方が、コインとかで、フィーバーじゃねえや、コンボできやすいからかなと思ったんですけど、そんなにまだ、それが実践はできてないですけど。ちなみにこれ実際のオンラインじゃないんですよね、僕。ずっと前から、僕、こっそり思ってるんですけど、もうみんなそれ知ってるんですよね、多分。途中でやめても別に減点とかなかったし。そうだ、携帯途中で切れる人もいるし、ね、なんて下手なの、これ。なんて下手なの。やっぱり両手を使うことを学びましたから。度数もチューンするっていうのもありそうやな。あと、上にあるチケットあるアイテム持ってない時に出る。あのチケットも多分、フィーバーとかには重要になってくると思うんですよね。どんどんランキングが上がったランキングでは。あれを常に31枚持ってますけど、常にやるっていう。そういう戦い方も必要なんじゃないかなと思ってます。コンボのノリとね。全然上手くないね、ごめん。このコースあったっけ？でも、このコースもなんか違うジャンプ台あるバージョンがあったんやったっけな。うわ、こんなに度数えんかったな。誰や俺、誰や俺じゃねえ。よし、2つコースがオープンしたってことは、18個スターが出るんですよ。その中から多分取れないやついっぱい出てくると思うんですけど、36個ね、2つ合わせて。だから30個ぐらい取れれば、僕このエメラルドじゃないや、ルビーが、また行くんじゃないかな。1日の上限が解放されてない。これは3時になって、この後の再起動からかなと思います。一気に行く動画にしてみようかな。1回、あれ、はい、これね、いつものこれ。X って何？ R はリバースやろ。 X って何？スペシャル？クロス？クロスか。だからジャンプ台とか設営されてるやつか。設営って言葉さっき覚えたで使ってね。あ、これでも5個もらえたやろ。もう1回今日土管いけるんじゃないかなとも思ってます。これはやめれんぞ。あ、何？土管第2弾が出るタイミングがもう金。後半戦スタート。分かったんです。2週間に1回なんですよね。ちょっと見てみましょうか。マリオバンドマン登場。何これ、超コンボ決めてるやん。期間短、今から電話切ってから30分間の以内の人にはおまけつくやつやん。そのぐらい思考回路がない間にっていうやつやん。ツアーボーナス、ちょ待って、これ何、これは何言ってるか分からんけど強いな。でこっちはニューヨークツアーの後半戦。ポリン、あれ、もうポリン取れんのか。うわ、乗りたいけど、これは取れる予定なんです。さっき言った宝箱で、宝箱じゃない、うん、この3個目の宝箱でさ、取れる予定なんです。あと11個星取ればいいだけやから。あれ、11個か、全然いけるやん。俺の計画ちょっと間違えてた。2つクリアして36個クリアしなあかんのかと思ってたけど、それはまた別の、全部を取ろうとした時かな。でも全部はそれでも取れないんですよね、なかなか。うまいバランスでできてて楽しいよ、本当に。ゴールドメンバーが増えてきてますね、30は。お、クロスってやっぱそうなんや。クロスを設定、そのみんな知ってるってか、俺だけが気づいてなかったの。クロスはああいうのがあるの、これ楽しいっすよね。これはアグレッシブになりがちやでさ。あれー、危ねえ。あんなにクロス設営してもらってる、設営って言葉は使いすぎない。設営してもらってるのに乗れないって寂しいからさ。お、あそこ乗れるの？
F0 やん。あ、すげえ。楽しい。いつまででも楽しめる。だからコース新しく任天堂的にも作らなくても新しいコースとして楽しめるから、なんつうの、そこは登れんわ俺。まだ2周しかないで、気づいてないで2周じゃん。リサイクルじゃないね、運用できるってことですね、新しいコースを作るのって。今やることありますよ、任天堂。ちょっと右の方飛ぶの、これで飛べ、いけるか。はい、別に飛ばんでも乗れるよ。すげえ。全然うまくねえ。ちょっと待って。やばいやばい、8位とか取ってるし。全然取れんやん。8位取ったなぁ。だってね、普通にこのゴールド免許じゃないですか、僕。実際の免許はブルーなんですけど、ゴールド免許を取ってると、いくつか取れるのあるって、半分取ってないでね、ここ。ごめんなさい。ゴールド免許取ると、アクセルを押してなくても8位に並んでって、本当に勝手に進んで。ゴールド免許じゃなくてもかな、 200cc のゴールド免許やの並んでやけど、8位取ったね。俺多分初めて取ったかもしれんの、これ8位を。取る方も難しいね、これ。手放ししてもいくんやで、普通。クロス多いなぁ。さすがツアーの終盤。だパリと日本があることはもう分かってるから、これずーっと遊べるね、このゲーム。ずーっと課金させるね、このゲーム。なんとかしたいね。全然うまく走れ。複雑すぎる。クロスやなぁ。だからもうコンボラッシュや。すごい激しい争い。今のは使わなかったかな。コインが取れねえっす。お、バナナ当たってくれた。助かった、コンボつながった。ペン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 。で、あのチケットを使えっていうお題もあるんですよ。チケットを使え、それをやっていきたいなと思います。チケットを使うことによって、チケットっていうのはマシンとかなんとかのポイントをアップさせる。あ、一回でいけた。ここは今度俺3個ぐらい開けれたんかな。何回ぐらい走れたのね、一回で。これ3個、あ、バナナを当てる。簡単なデイリー。簡単やけど3回2回かやんないと多分クリアはできなかったんですけど。あ、これね、あと3個なんで、ここでなんとかくぐってリングは難しいんやろうけど、なんとか3個取れたら3個一気に開封してポイントアップチケットでルビーを、あ、間違えた、やばいやばい、ルビーを取って、大丈夫かこれ。あれ、いけたのか今。いけてる。難しいなこれ意外と。ルビーを取ってなんとかしたいと思います。どこにある、どこにある。あ、難しそう。これ普通に曲がる方法が難しいんですよね、このゲーム。あれ、パイロットインスになってる。あれ、もう一回浮上できるって本当？あ、いけんかったか今。あ、いけんかったんか今。やばい、3個取れん。3個取れない可能性が。あ、あれ超下手だ。でも25個ないってな、大体いつも。30個かな、この面は。ちょっと待って、浮上するのも一回、なんか説明しみなかんね。あれ、こんな簡単やったら3個じゃないかもしれん、これ。結構取り逃してるのに38いったでの。35個ない、危ねえ。
よし、これで星3個手に入れたんで、ちょうど3個開封して、俺の計画通り、ここのクッパの面は飛ぶ。あれ、これ何？メタルマリオカップまであったっ。あ、そうやの、そうやの、今のやの、今のやのコンプリートして、ほんでまず土管打ち上げられるでしょ。やったー、ありがとうございます。俺が欲しいのはメカ骨クッパとかオデッセイなんとかです。え、こんないっぱいもらえてるの。あ、3個同時に開けたことになったんや。今そうなるんや、超もらってるやん。そうなったんや。ってことで、このツアーがあと1週間後半戦であと35個も取らないといけないっていうのと、今手に入れたばかりの超ウルトラレアなマシンを、これですよね、ダッシュプレートの時間とポイントっていうのを、これを一気にカードを、いや、ちょっと待って、まず最初に土管やってくるわ。土管打ち上げます。ちょっと待って、ショップ見るわ。1万円の入ってる。あ、1万円のこれ入ってる。あ、でも6000円も、6000円なんや。あれ、あかんあかんあかん。あれ、ポリーンのやつないんや。もうちょっとポリーン、ちょっとこれ聞いてないよ俺。ニューヨーク土管1どこ行ったん。ないんけ、なくなるんけ。ちょっと待って、どっかから行けんのけ。ポリーン、本当に行けんのけこれ。俺ポリーン取る計画やってん。金使うの取れんくなってるやん。いいわ、マリオバンドマン、バンドマンマリオ行きます。ポリーン、バンドマンマリオで行って、緑やな、緑なんやな。これ多分4回目ぐらいの土管10連ですね。1回目だけが、これ金色じゃなくてもレア出るときあるんか。もしこれレア出たらそれを育てようと思ったんですけど、出なかったらさっき手に入れた B ダッシュみたいなやつの黒いやつのしたいなと思ってますけど。ポイントアップ、カローンが多いの俺すごく。確かにマリオカート DS はカローンがすごい早かった。ヨッシーより早かった。いやー、こんな普通の人たち集まっちゃった、普通の人たちが集まっちゃったわ、寂しいわ。じゃあアップしてくるわ。あの、ちなみにエメラルピーはランキングで1位になるとすぐ取れたんで、もうランキング解放されてるのも見ますと、あ、今のところ1位なんですね。誰もやってないだけですね。フレンドさんの中でもやってないの、みんな。あ、てかデータ来てないかな、データが来てないんじゃないかなと思いますけど、1万9000と結構高いかもしれないですね。1回目でも2万2000やったんで、やり込んでない割にはということですかね。じゃあ何、マシーンかな、これをレベルアップ、これでいいか本当に。ちょっと待って、こっちの方がいいんじゃないか。こっち何、ジャンプアクションプラスか、ジャンプダッシュ、これこれすごいな。いや、でもこっちをいきなり上げてみましょうか。この剣はあんまりレアじゃないんやろ多分。これをあと8回上げれば僕ミッションクリアできるんで。まだ1回やね、今1回でこんなに上がっちゃうの。ちなみにこれのマックスってどんだけになるポイントも、長い動画になっちゃったのごめんなさい。これ1回やね今まだ。強化後304、はい。ちなみにマシンとなんとかとなんとかを300以上に何個かをするっていうミッションもあるんで、どんなやってかなあかんなと思っちゃうんですけど。はい、3回目。めっちゃカードあるやん。こっちか、1回しか使ってなかったかもしれない、この強化ポイントっていうのは。あ、でもマシンの強化を1回も使ってないかもしれない。グライダーっていうの、カイトっていうの、あれを使ってましたね。なんでっていうと、
それを300にしなあかんっていうのが1個あったんで、ポイントで。こんな強くなっちゃっていいのかと思って、走ったこともないこの車を。でもレアやでいいよね、ウルトラレアやで。ナンバーワンの車になっちゃいますね。いいことです。あと1回かな、あと1回使えば。とりあえずこれで1回ミッションを終わらせてみましょうか。お、あんま上がらなくなってきた。今どんな感じだろう。お、それでもタクシーの方が上なんや。そんでミッションクリア。これね、10回、今8回使ったけど2回使ったことあったよね。じゃあ使ったことねって言ってたけど、こんでもルビーもらえるんですよね。あ、1個なんやね、まだ。 OK です。こんなもんかな。あと緑コーナー2個か。ルビーチャレンジもやっていってます。あ、ちなみに今オープンしたばっかりのツアーチャレンジの2回目はどんなやろ。全然クリアできてない。 100cc 以上で1位を5回。あ、そうか、今から始まったってことなんや。え、今1回1位取ったっけ俺。これはまあでもツアーチャレンジはそんなに。あ、でもヤギを飛ばすのとドレスを着たキャラ、まあ、ドレスを着たキャラもいるか。どこ行ったんやポリン。